中島翔也に、マンチェスターユナイテッドが興味か、現地市が関心報道、夏にアジア人、選手を連れていくだろう。現在、ポルトガル一部の、ポルティモネーセでプレーする、中島翔也、日本代表初選出、翌日に、今季、7アシスト目、好調のアタッカー獲得。 2、赤い悪魔の名も浮上。ポルトガル一部、ポルティモネーセのミッドフィルダー、中島翔也は、3月に欧州遠征を行う、日本代表のメンバーに、初選出された。初の海外挑戦ながら、確かな活躍を見せており、中島株はさらに上昇。 赤い悪魔として知られる世界的ブッグクラブも関心を示しているという。ポルトガル紙 OJOGO が報じた。中島は昨年8月に FC 東京からポルティモネンセに期限付き移籍。リーグ戦23試合にすべて先発出場し、リーグ7位タイの9得点。 7アシストとチームの顔として攻撃をけん引している。15日に発表された日本代表メンバーでは26名中唯一の初選出。バヒド・ハリロホジッチ監督からドリブラーでこれだけ俊敏で爆発的なものがある選手は日本にはなかなかいない。爆発的なスピードがあるので1対1で抜けるのではないかと。 言及されるなど、個人で局面を打開できる能力を高く評価された。翌16日のリーグ第27節セトゥーバウ戦1-1では、前半14分に左サイドを抜け出すと、ゴール前のミンドフィルダーデネルに、ダイレクトでクロスを送り、同点弾を演出。代表招集を自ら祝うかのように、今季7アシスト目を決めた。 中島には、これまで、ポルトガルの強豪 FC ポルトやベンフィカ、ミッドフィルダー、香川真司が所属するドイツのドルトムントなど複数クラブが、獲得候補として名前が挙がっていたが、赤い悪魔も関心を示しているようだ。中島のコメントも、紹介、将来的にはポルトでプレーできたら。O、JOGO 氏は、 ユナイテッドが日本の選手を獲得すると特集。香川も所属した同クラブで元韓国代表ミッドフィルダーパクチソン以来アジア人選手が大活躍を見せていない背景に触れつつマンチェスターユナイテッドは夏にアジア人選手を連れていくだろう。その選手は日本のウィンガー 松屋中島だと報じている。記事では、マンチェスター・ユナイテッドは、ナポリやドルトムーンとアトレチコ・マドリードのような欧州クラブと競わなければならないと、他の強豪クラブも獲得を検討する選手であることに言及。その一方で、中島がポルトについて語ったコメントも紹介した。 ビングクラブへの移籍をどう思う思か僕はすべてのビッグクラブが素晴らしいと思う。自分がどこに行くかはわからない。でも、ポルトのようなチームは好きだ。ポルトが好きだし、今は同じリーグにいる。もし、将来的にチャンスがあるなら、ポルトでプレーできたら嬉しい。日本代表は3月23日にマリ代表。 27日にはウクライナ代表と対戦する初代表でアピールし大逆転でのロシアワールドカップ行きはなるのか世界の舞台に立てばビッグクラブへの移籍もさらに現実味を帯びてくるだろう